国学院大学公式野球部は、東都大学野球連盟に所属する、大学野球チーム。国学院大学の学生によって構成され、国学院大学体育連合会に加盟している。毎年青葉ベースボールフェスタに参加している。2010年11月14日、明治神宮野球場にて1920年に、全身の運動部から正式に野球部として発足した。 1925年には、専修大学、日本大学、東洋大学、東京商科大学、宗教大学とともに、東京新大学野球連盟を結成。国学院大学は、同リーグ初の優勝校となる。翌1926年に、新大学野球リーグ加盟校で専修大、宗教大、東京商科大が脱退し、新たに、東京農業大学、 上智大学、東大農学部、青山学院、高千穂高等商業、総大高等市販部、東京高等高原が加わり、東京新十大学野球連盟に改祖したが、前年に続いて、国学院大学が優勝する。その後、同リーグは加盟交換でのトラブルも多く、自然消滅に近い形で解散してしまった。1929年には、野球部、 約20名が当時では珍しい満州、朝鮮への海外遠征を行う。そんな中、日本大学等と東京を6大学野球連盟へ加盟申請をたびたび行っていたが、加盟は認められることはなくやむなく新たに連盟を創設することとなった。そこで国学院大学は先週大学、日本大学と共に6大学野球連盟に加盟していた。 東京帝国大学と法典論争をしていた中央大学と農学に関する価値観から対立していた東京農業大学を誘い、1931年に5大学野球連盟を創立した。1931年秋季リーグ戦において、国学院大学と日本大学は6試合6勝0敗、勝ち点3で並び、両校同率で優勝預かりとなる。 1935年に東京商科大学を迎え入れ、新たに東都大学野球連盟を創立。これをきっかけとして、太平洋戦争激化によるリーグ戦中断までに新規加盟校が相次いだ。太平洋戦争終戦後再開された1946年春季リーグ戦で、国学院は再開となり、導入されたばかりの1949年入れ替え戦にも敗れ、 いきなり二部降格となる。以降、国学院は低迷期に入り、長きにわたり、等と二部が主戦場となった。1959年周期に再び一部に復帰すると、1960年春期には OB でプロ野球の在籍経験を持つ、塩瀬制度監督の下一部リーグ3位となる。周期には、やはり大学 OB で、 プロ通算1439安打の記録を持つ大沢清が監督に就任するも再開となり同時に2部降格。大沢は1976年周期まで16年の長きにわたりチームを率いたが1964年周期を最後に一部から遠ざかり監督晩年には同行史上初の3部降格を味わっている。その後、 OB の持田雅美が監督に就任し、1988年には、春季及び秋季リーグで2部優勝を果たした。春季は中央大との入れ替え戦に敗れたが、秋季は東洋大との入れ替え戦を制し、実に25年、50期ぶりに一部復帰を果たす。1996年春季より、OB で東北高校、仙台育英高校野球部を率いて幾度となく、 両校を甲子園に出場させた高校球界の名将、武田俊明が監督に就任。武田の監督就任後もしばらくは二部リーグでも苦戦を強いられたが、武田は当時の部員でかけていた野球に対する取り組む姿勢や、責任を持った行動を取ることなどを積極的に指導するなど、技術面以外での人間教育を徹底して行った。これら武田の指導法が次第に、 チームに浸透し、部の団結力が高まり野球の成績も次第に上昇していった。2003年周期には念願の二部優勝を果たしたが、アジア大との入れ替え戦に敗れて一部復帰はならなかった。2006年春期に再び二部優勝すると、立正大学との入れ替え戦を制し、監督就任11年目にして、初の一部昇格となった。 武田は2010年春季リーグを最後に退任し、修徳高校前監督で2006年秋季まで、国学院大のコーチを務めていた、鳥山康隆に監督を譲り、総監督に就任した。鳥山の就任直後の同年秋季のリーグ戦では、高木京介を養子総部80年目にして、初の一部リーグ優勝を飾った。また、第41回明治神宮野球大会出場も、 果たしている。2012年7月はオバベースボールフェスタに参加した。参加大学は、国学院大学、玉川大学、日本体育大学、東院横浜大学、ハワイ選抜チームの5チーム。低迷していた期間が長かったが、近年甲子園出場経験者が数多く入部するなどチームの戦力が急激に上昇している。 東都大学野球リーグ全日本大学野球選手権、大会明治神宮野球大会主位打者最優秀、選手永久欠番カテゴリー、国学院大学公式野球部の選手を参照。ありがとうございます。